でもヘビオなら呪いを信じていたし怯えてもいなかったよね。そうだな。だけど早尾は自分から風行さんのことを話題にしたよな。もし仮に早尾が風行さんを騙した犯人なら、自分からそんな話題は振りたがらないと思う。じゃない。好き嫌いで犯人を決めるなよ。だって好きな人や親しい人が犯人だったら困るもん。それはそうだが、世界はそんなに優しくないだろう。信じれば損をすることも多いと思うけどね。そんな大げさな話じゃないよ。信じてダメだったら仕方ないけど、それ以前に自分の好きな人たちはさ、信じたいじゃない。そんなものかね。だから明日はパパを苦しめた人を絶対見つけるよ。とりあえず今日はもう動きはないだろう。早めに休んでおいた方がいいぞ。あ、そうだね。どうかしたか？なんでもないの。早く寝ちゃおうよ。明日は動きがあるかもしれないし、ビシビシ働いてもらうんだから。じゃあ電気消すがいいか？うん。ミサ。何でもない、大丈夫。でも気分悪そうだぞ。大丈夫だって言ってるでしょ。平気だよ。同じ部屋で寝るぐらい平気。早く寝た方がいいんじゃないか。ほらベッドに入れよ。うん。やっぱり嫌なら他のところで。嫌じゃない。いいよ、電気消して。そうか、それじゃあ。ミサ、大丈夫か？おい。ミサ、一体。触らないで。いて。出て行って。え？出て行ってって言ってるの。え、だって。それ以上近くに来ないで。今すぐどっか行って、早く。わかった。
出て行くから押すなって。ちょ、おい、ミサ。おいおい、どうした色男。どうもこうも。追い出されちまったか。なんだよ、我慢できなくて手出しちまったのか。そんなんじゃしょうがねえよな、男の子だもんな。男は急に止まれないってことわざあるもんな。わかるわかる、俺も昔はそうだったよ。いや、だからそんなんじゃ。わかんねえよな、女ってのはさ。手出したって言っちゃ責められ、手出さなかったって言っちゃ文句言われ、男ってそんだよな、ほんと。あの、まあこういうのは全てタイミングだからよ。今夜は間が悪かったと思って諦めるんだな。はあ、仕方ないから今日は応接間のソファーででも寝たらどうだ。あれはあれで結構ふかふかして寝心地良さそうだぞ。そうですね、そうします。ああ、クー君。おさないさん、どうも先ほどはごちそうさまでした。どういたしまして、口に合ったかな。とても美味しかったですよ。おさないさん、パリの三つ星レストランのシェフだったんですか。ああ、まあね、そういうことをしていた時期もあったよ。チーフへの誘いを断って帰国したってさっき成美さん言ってましたよね。まあね。三つ星レストランのチーフなんて全ての料理人の憧れじゃないですか。どうして断ったんです。いや、なんていうか、もううんざりしたんですよ、ああいう世界にね。ああいう世界、駆け引きと騙し合いの世界っていうかね、そういう勢力争いみたいなのがあるんだ、ああいう世界じゃ。チーフに指名されたのだって次期社長を狙うオーナーの次男に担ぎ出されただけで、料理の腕を認められたからじゃない。私は単なる駒だったんだよ。まあ君はまだ若いからこういう話はよくわからないかもしれないが、とにかく嫌になったんだ。それで断ってフリーになった。そうだったんですか。まあそのせいで逆に妻に愛想を尽かされて離婚する羽目になったんだけどね。奥さん出て行っちゃったんですか。三つ星レストランのシェフで亡くなった私には魅力を感じなくなったらしいよ。慰謝料もたっぷり請求されてる。大変じゃないですか。まあね、毎月の支払いだけでもかなりのものだよ。まあこんな締めっぽい話はしても仕方ないね。何なのよ、私が悪いって言うの。あなたの絵が売れなくなったのが悪いんでしょ。うるさい、せめてお前が金遣いの荒さを直せばこんなことには。あなたが売れるまで私がどれほど苦労してきたと思ってるのよ。私には贅沢する権利があるわよ。カシノさんご夫婦の声ですね。喧嘩してるみたいだ。そうだね、あの奥さんを見ていると妻を思い出すよ。名声や金がなくなった途端私の元を去ってしまったからね。女なんて一皮むけば全部あんなもんなんだろうかね。
そんなことはないと思いますけど。そうかな。まあ、年寄りのざれ言だと思って聞き流してくれ。はあ。はあ。今日はなんだか疲れたよ。今すぐにでもベッドに倒れ込みたい気分だ。お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。ありがとう。それじゃあおやすみ。あ、なんだよ。なんでこんなとこにいるんだよ。いや、そのいろいろあって応接まで寝ることになったもので。早尾さんこそどうしたんです？今玄関の方から来ましたよね。外に行ってたんですか？まあね。寝る前にちょっと外の新鮮な空気を吸いに行ってたんだよ。さあ、僕はさっさと寝るよ。それじゃ。新鮮な空気をね。ま、いいけどさ。ミサちゃんに追い出されたらしいな。あ、総平さん。ま、その方がいろいろといいだろう。彼女はまだ高校生だしな。あ、まあそうですね。で、ここのソファーで寝ることにしたらしいと聞いてね。ほら、これ。暖房を入れても上掛けが何もなしでは寒いだろう。これを使いたまえ。ああ、ありがとうございます。夕方、脱衣所での一件の時、つい君を怒鳴りつけてしまったからね。その後もあまり大人の対応だったとは言い難かった。不慮の事故だったのに申し訳なかったなと思っていたんだ。お詫びの印とでも思ってくれ。ああ、でも悪いのはこっちですし。まあ、お互い反省しているということで丸く収めよう。それじゃ、風邪をひかないようにおやすみ。おやすみなさい。
うしてこんなことに。